女はすぐ手放した。心配するな。お前の希望通り楽にしてやった。ほら、これがご褒美だ。お前は仲間を撃った。これで一人前の兵士だ。大丈夫、家には帰れるさ。ボスによろしくな。10日前、パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、ベリーズの漁師に救助されたらしい。それで俺たちの情報が漏れる、だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ、法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出れば世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。
同じエリアに囚われている。最後の無線連絡は40時間前。ターゲットは2人、チコとパスタ。南岸から敷地内へ潜入。2人を救出し、ランデブーポイントで指示を出してくれ。キューバ本国との境界からヘリをよこす。明日の昼にはマザーベースに戻れる。その頃にはこっちの客も帰っているだろう。だがことは政治が絡む。すまないが増援は出せない。ああ、たまには一人がいいさ。到着。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。救出施設だ。基地内に入り、まずは北東に向かってくれ。